はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日またじゃあ美咲の部屋ということで、今日も美咲さんもやってますね、はい、ボブアレンジ、なんちゃってボブみたいな、はい、やってみました。まあロングヘアの方で、まあ、ボブに着る勇気、まあ、いると思うんですけど、まあ、とりあえずちょっとボブの気分を味わってみたいっていう方、はい、この方法で結構簡単やね、はい、なので、まあ、ターバンでもいいし、まあ、スカーフでもいいんですけど、まあ、ちょっと大人っぽく今回はスカーフでやってみたので、よかったら皆さんの参考にしてみてください。じゃあお願いします。はい、はい、それでは動画スタート。まずはじめにオイルをつけていきます。毛先中心にしっかりとまとまりが出るようにつけていきます。クッションブラシを使っていきます。しっかりと溶かしていきます。後ろでまとめて毛先3分の1をゴムで結んでいきます。毛先を内側に折り曲げます。その上からゴムで結んでいきます。スカーフを折り曲げた状態にして空洞の中に入れ込んでいきます。結んだところをもう一度内側に持ってきて、スカーフを前に持ってきます。スカーフを上に持ってきて、上で結んでいきます。左右のボブの形を整えて完成です。なんちゃってボブアレンジ、よかったらやってみてください。